2週間ぶり、うん、はい、まずは自己紹介からいきたいと思います。じゃあいつもの通り年の順でサイミンからいきます、はい、知ってる人は一緒にやってください。体にビタミン、早めの睡眠、みんなのサイミン、みんなをメロメロにしちゃうぞ、サイミンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。次、レナちゃん。はい、ニッコニコニー、ニッコニコの魔法をかけさせていただきます。魔法の呪文なりるレナー、ミタの魔法少女レナです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。次、困り。はい、困った時は困り、困りピームです。で、15歳の最年少困りです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。後ろに倒れてみた。そのまま倒れてみた。椅子がこうなりそう。こんばんは。こんばんは。で、箱井です。どうもどうも。どうもどうも。眠いですか？結構ちょっと今日は、絶不調、体調が悪いですよ。なんでですか？風邪ですか？いや、なんか風邪かもしれないですね。寝、はい、てた方がいいんじゃないですか？じゃあ、失礼しました。失礼しました。今ちょっとね、体調悪かったんですけども、はい、大丈夫です。はい。バッチリですよ。よかったです。よかった。ありがとうございます。いつもあれなんで、自己紹介って実は年上だったんですかね。あ、そうなんですよ。そうなんですか。へぇー。あれですか。ステージとかでも年上なんですか。あ、そうだったんですね。私、今まで初めて知りました、それ。天の声さんだったら、はい、もう誰とやっても一番先ですね。あー、そうだね。大体そうですね、38万歳ぐらいからなので、誰とやっても一番先です。38万歳。素晴らしいツッコミをありがとうございます。はい。ハッシュタグの告知を。はい。はい、ツイッターのハッシュタグもあるんですけど、うん、シャープネバキラ、シャープネバキラ、ひらがなのネバにカタカナのキラでお願いします。はい、シャープネバキラで。メールの方が night@ibakira.tv です。night@ibakira.tv です。あ、こちら出ましたね。ありがとうございます。ちょっとタイミングお願いします。ステージが違ってましたけど、全然大丈夫です。全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、昨日ちょっとスイッチャーがバカなだけです。はい。はい。ん？ということで、はい、今日も。いっぱい練習したんですけど。いや、練習なんですか？すいません、ありがとうございます。でも、全然大丈夫でした。はい、ありがとうございます。大丈夫だと思います。はい、ナイトアップイバキラドット TV でいろいろ募集しています。はい。今日もこの後あるんですけれども、教えてご当地ちゃんで、ご当地アイドルに質問したいこととか、こっちのメールアドレスに送ってもらえるととても嬉しいです。はい。イェイ。イェイ。いや、どうですか、最近。最近ですか？うん。イベントとかは、もう結構充実したイベントがいっぱいでしたよね。そうだね。夏にかけて。うん。都内行きました。都内。最近は何や、どういうイベントを打ったんですか？都内のが、アメ横。アメ横、アメ横ってあの上の動画ってあったね。そうね、アマちゃんのドケチの。アマちゃんのドケチのあれですよね、何でしたっけ。アメ横、アメ横のあるとこですよね。そうです。小読みの、セプテンバーだね。はい、小読みの上では。小読みの上では。なんだろう、アマちゃんすごい毎日見てたのに全然覚えてない。記憶力がもう、記憶力がもうちょっとボケボケになってるんですよ。38万歳ですもんね。そうですね、38万年でした。はい。でもちょっと設定がブレブレなんでね。はい。はい、で、それ何をやってきたんですか？ライブをやってきたんですけど、はい。復興のやつで、いろんなところから。うん。他にはどんな方が？もともとおじさんだけ。あ、違います。仙台とか広島とかいろんなところから集まって。で、それで復興のイベントとか。はい。そうなんですか。四国の方とかからも。あ、じゃあもう全国から集まったんですね。コーチって言ってたね。コーチです。楽しかったですか？楽しかった。楽しかったです。他にはどんなイベントは？その後に、箱ダル、うん、22日、昨日箱ダル
やってきたんですよ、あの水戸のソニックさんで、ソニックでやってきたんですけど、うん、夜昨日ですか、はい、昨日です、昨日土曜日ですよね、そうなんですね、土曜日にご当地さんがいらっしゃったんですか、はい、そうなんです、なんかすごい珍しくないですか、そう、でも初めてでした、何初めてですか、あの平日のイベントが、あ、そうなんだ、初めて、今までありました平日のイベントって、あー、多分なんかあったと思うけど、ソニックの夕方からのイベントとかだったらDJ のイベントとかも、あお姉さん組が確かに憧れでしたねそうだね、そしたらホコトルパラダイス、はい、で、ミトコトーさんと他にはこれもいろんな人たんですよね、きっと、はい、はい、コメヒメさんとかミケミケさん、ジミケさんとかニャンゴロウさんとか、うん、ニャンゴロウさん、はい、コメヒメとミケミケはなんとなく聞いたことあるんですけど、ニャンゴロウさんってどういう方なんですか、なんか妖怪ウォッチのやつ、うん、やつやってました妖怪体操第1弾ジバニャンですか、お、そう、ジバニャン、ジバニャンのやつ、うん、あとソニックの上でいつも歌ってるって言ってた、あ、そうなんだ、うん、あ、サッチョメイティキそうです、あ、そうですか、へぇ、ミケミケさんは春ぶりですね、春ぶり、夏しかなってないですね、梅香る道で一回共演したことありましたね、ふわふわで可愛かった。ふわふわ。ふわふわで。あとシノピーもちょっと。ああ、来てくれた。遊びに来てくれました。あ、そうなんですか。ずっと見てたよって。へ、今調べたらシノピーは別に出演者にはなってないですね。そうなんですね。ただ純粋に遊びに来てくれたって感じですか。そうなんですよ。見に来てくれました。本当仲良しですね。嬉しかったです。楽屋まで来てくれました。なるほど、なるほど。いよいよ。来週ですよね。そしていろいろなイベントが積み重なってきたと思うんですけれども、ね、うん、もう早いですね。うん、来週は8月後半ですもんね。うん、8月の最初には何があるんでしたっけ？もちろん TIF ですね。あれどうなんですか？皆さん的には TIF 派ですか ？TIF 派ですか？でな TIF 派です。皆さん TIF 派ですか？でも東京アイドルフェスティバルって、うん、正式はそうです。正式会社はそうですね。うん、はい。え、本当は TIF っていうの ?TIF? わからない、人によるのかな、略して TIF TIF 結局どっちでもいいんだとは思うんですけどね、はい、で、いよいよタイムテーブルが公開になったんですね、もともと出るってことは随分前から公開になったんですけど、どこに出る、どこに出るんでしたっけ、8月2日がスカイステージ、富士湾岸スタジオの屋上でやって、でそれが10時20分からあるんですよ、うん、2日は富士湾岸スタジオで10時20分から、はいです、その後1時間後ぐらいに、うん、マイナビステージの11時40分から、はい、でも忙しいですね、ずいぶん、はい、そうなんです、で8月3日がドールフェクトリー、ファクトリー、ファクトリー、ドールファクトリーで、はい、11時メモしたのに書いてない時間が14時半です、14時半、あ、はい、なるほど、一応カンペも作ってたんですね、バレました、バレました、自分で今言いましたからね、書いてたのにって言いましたからね下こうやって見ちゃうからバレちゃうな、バレちゃうな、いや本当にもうなんか結構前から TIF の話をしてたんですけど、はい、あっという間ですね、本当にあっという間ですね、あっという間ですね、TIF に出て、で、コーンバズにも出て、でまた TIF に戻ると、はい、戻る、天の声はあんまりやりたくないですね、そういうのは。でも来るんですよね。天の声ですか？はい。天の声行くんですか、TIF？ 行きます。え？行きます。行くんですか？空からちゃんと見てくれますか？そうですね。空から見てますよ。はい。大丈夫です、大丈夫です。お台場のあたりは多分大丈夫なはずです。はい。着地しないんですか？一旦新橋に着地して、ゆりこんべで行きますから、天の声。ああ、はい、もう乗れるんですか？ゆりこんべ乗れますよ。子供料金で乗れますよ。嫌です。この世を忍ぶ仮の姿があるんで、はい、仮の姿で乗れば、ね、子供料金で乗れると思います。はい。はいって言っちゃったけどね。はい。いやー、本当ですね。あ、そういえば、梅雨明けしたって聞きました？あ、そうなんだ。しました？梅雨明けしたんですよ。あ、したんですね。しました。はい。梅雨明け？してないですか？梅雨明け。今なんか、今なんか僕の隣でこのいろいろこの画面とかいじってくれてる人が僕の方をなんかチラッと見て、うん、えっていう感じで見たんですよ
すごい嫌ですよね、そういうの。なんか僕、梅雨明けしたっていう情報をおそらく気象庁かなんかのホームページで見たんですけど、じゃあ間違いないです、ね、間違いないですよね。なのにこの隣にいるやつらは僕の方を見て、あ、ここにいる、本当ですかみたいな感じの言葉で言うんですよ。いや困りますね、本当に。困った時は困り、はい、そういうことで何でしたっけ。流すと思った。流しますよ、それ結局で流します。でもねねちゃん言ってくれましたよ。流した方がでもちょっとバラエティ的にそう、バラエティ的にはそうですね、うん、でもあの仲いいのいい、仲がいいのはいいことですから、うんうん、ですね、優しい。そして今日今気づいたんですけど、今日パーカーじゃないんですね。パーカーじゃないんですよね、そういえば。皆さん私服モードで、夏だから私服モードで、私服です。パーカー暑いですもんね、うん、イエイ。なんかあれですね、あの何でしたっけ、あーやばい、38万歳だからちょっと頭がまたよくなってないですけどアドマチみたいでしたね、今ね、アドマチック帝国のあれみたいでしたね。なんかパッパッパッって映るなんかファッションの、そうです、そうです、あれですね、あんな感じでした。あれでもそれ岩倉さんでもやってませんでした。やりましたね、そういえば、この間のあそこの水戸の駅前のペデストリアンデッキで街中ステージとガールズナイトアウトパーティーの時にやりましたね。あ、でもその説はどうもありがとうございます。別にバキラの人間じゃないんでどうでもいいんですけど。はい、そういえばガールズナイトアウトパーティーって今更ですけど、どういう意味だか知ってました？どういう意味かは分からない、ね、うん、レナ物知りだから知ってるんです。本当ですか？すごい。聞きたいですか？聞きたいです。少女たちをパーティーへ繰り出せっていうかっこいいタイトルなんです。おー、かっこいい。、はい、かっこいいですね。かっこいいんです。かっこいいですね。でおしまいですか？なんかもうちょっと広がらないですか？これはなんか運営さんがちょっとかっこよくしてくれた。うん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 、え、それだけ？なんかでもお気に入りですよ、ちゃんと、うんうん、かっこいいからいいですよね。かっこいいからいい。なんかごめんなさい、天の声が今日ちょっと体調も悪いからグラグラになっちゃった。本当にごめんなさい。なんかそういう意味はなんか意味は分からなかったけど、はい、なんか女の子たちが集まって楽しい夜のパーティーするのかなって感じの意味かなって思ってました。あの時でも夜あの女の子たちだけでしたもんね、出演者はほとんど。あー、そっか。あー、ほとんど。あの時はゆっぺさんだけじゃないですか、うんうん、男の人は。あとはさんは中間地点ぐらいですか？あ、ブンブンですか？あとネバール君も。ネバール君、ネバール君は完全に、うん、ネバール君は妖精ですから。妖精でも君ですよ。君、確かに赤ちゃんなんですって。赤ちゃんなんですか、あれ。言ってた、まだ赤ちゃんネバーって、うん、結構高くなりましたね。確かに。ブンブンも妖精ですからね、あの人もね。そうなの、一緒に。あの人も妖精です。へー、はい、性別不詳の妖精ですから。妖精。じゃあネバール君って仲いいんですかね。誰がですか？あ、ブンブンですか？はい。妖精にもいろいろ敵対組織とかあるんで、もしかすると仲が良くないかもしれない。敵対組織。あんまりいいとか悪いとかって話は特に聞いたことはない。はい。こんなところでブンブンの話をすることになるとは全然思ってないです、僕は。はい。ということで、一旦ちょっとツイッターとかを拾ってみましょうか。はい、そうです、ね。どうでしょう、誰か何か書き込んでくれてましょうか。いや、ああ、そうか。ここ、うん。お、あ、プロフィール開いちゃいました。はい。上から読んだ方がいいのかな。下から、下からでいいよ。お、まずはこんばんはからですね。こんばんは。さゆちゃんの服かわいいですね。おー、ありがとうございます。勇気がいるんですよ、なんか。勇気が。セーラー系って。かわいい。お仕事で見れないけど、さゆみちゃん頑張ってね。ありがとうございます。昨日は箱ゾロお疲れ様。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。2周年おめでとうございます。そうだね。だ2週間の間に2周年経ちました。うん。うまい7月18日に。あ、うん、2周年でしたよね、そういえばね。結成2周年。結成2周年。はい。デビューの2周年ではないんですよね。はい、結成です、うん。オーディションに受かって、はい、集まって顔合わせしたりしたのが7月18日。今1期はマリナップとサイミンとリリン。お姉さんと私。え？なんかあれですよね。ちょこちょこ元気ないのかなと思ったらちょこちょこぶち込んできますよね、この子。今日元気ですよ。元気ですか？今日は元気です。本当ですか？今日はなんかこの辺が元気、この辺が中ら辺が
ら元気。なかなかでもきっとハンバーグで頭いっぱいです。ハンバーグ食べたいって言ってた言ってた。絶対そうだと思う。ハンバーグ食べたいんですか今。食べたいです。買ってきてくれるんですか。やったやったやった。買ってきてくれるって。ハンバーグちょっと困ってるよ。あのスーパーやスーパーの100円のやつでいいですか。100円なんてあるんですか。お湯で温めると美味しいやつですね。ありますね。あ、じゃあお願いします。まあ、でもツイッターを続いて拾っていきましょうかね。さゆちゃんとこまちゃんの服おしょろお揃いってそうかな。あ、これリボンだ。ここら辺が、これプロデューサーだよ。これなんかこまりちゃんのお洋服ちょっと斬新なんですよ。背中これプロデューサー巻きみたいな感じじゃないですか。よくはいはいはい、そうですね。背中くっついてるんですよね。このちょっとくるって回ってもらっていいですか。おお、なるほどなるほど。どうですか。ちょっとあれじゃないですかね。生地が足りなくて作られた、あ、確かに。でもそこだけちょっと生地薄いもんね。なんでこういう斬新なアイディアの発信地って感じです。まとまっちゃいました。まとまっちゃいました。まとまったけど、まあ基本的に生地が足りないってことですよね。違います。そうだそうだ。2、3枚足りてない。2、3枚。じゃあ続いて、はい、アメ横アマちゃんのロケ地良かったですねってね。良かったね。こまりちゃんと、ね、リーリンが喜んでた。喜んでました、うんうん。アイドルになってみて良かったなって思うことありますかってネバキラに質問です、ね。これはあれですね、あの多分こそのさっきの、アイドルさんの質問コーナーの時のやつですかね。ちょっとこれちょっと来週以降に、いただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんみん。昨日は箱ドロパラダイスお疲れ様でした。写真載せてみましたよって。ありがとうございます。ありがとうございます。後で知らよ。水戸ご当地ちゃん2周年おめでとうございます。質問、3年目に向けての抱負は何ですか。3年目に向けての抱負。これはちょっとぜひ今 これはちょっとぜひ今答えてもらいたいですね。いいですか。どうぞどうぞ。3年目に向けての抱負。うん、そうだな。やっぱり3年目ということで。去年出たイベントとかもたくさんあるので、去年とか一昨年とかそのイベントまた出れると思うので、パワーアップしたパフォーマンスをしたいと思うし、東京アイドルフェスティバルとか、あとは UMU の旗を返しに行くお仕事とか、ああなるほど、はい、優勝したから優勝記念館みたいなのがあるんですね、はい、大きなイベントがあるので、ますます成長した水戸ご当地アイドル各係を見せていけたらなって思います。とてもいいですね。ありがとうございます。それは今のはあの水戸ご当地アイドルとしての抱負って感じですかね。それとも最後に個人的なっていう。個人的でもありますし、個人的プラス全体的な感じです。そういうところで残りの3人も聞いた方がいい。時間大丈夫です。じゃあ最後にしましょうか。今日の最後にそれ聞きますね。3年目に向けての抱負。ハンバーグしまって、ハンバーグしまって、サミに負けないくらいいいこと言ってくださいね。頑張る。ちょっとハンバーグが抜けないですハンバーグ。では早速続きの、はい、オラの帰り際シノピー入ってきたよって。あーそうだ、ちょうどじゃあ会えましたね。シノピーさんにティフもうすぐですね。頑張ってください。頑張ります。シノピーのオーラすごかったのかな。サングラスかけてきてました。そう、サングラスかけててちょっと芸能人っぽかったですよ、ぽかったっていうかもう有名人ですけどね。そうですね。天の声さん何キャラか分かんなくなってきた。天の声は天の声ですけどあの、まあ、確かに若干迷走してる感はありますよね。あ、ていうか天の声さんってツイッター、あ、やりましたよね。あ、天の声、天の声作ったというかあれはあの授かったもんですけど。天の声の公式アカウントができました。生まれたんですね。はい、生まれました。いつも使えるんですね。なんか下界にはそのツイッターとかっていう便利なものがあるっていう話だったんで、ちょっと登録してみたんです。なるほど。はい、何人かの方は気づいてフォローしてくれたんですけど、はい、ちなみに後藤ちゃんはまだフォローしてくれてない。そう、ただなんか最初見た時に天の声ってこれ本物なのかなと思って偽物でなんかふざけてる人かなって思っちゃったんですけど。なるほどね、なるほどなるほど、そういうのもありますよね。でもそしたらその後になんか公式っぽい
告知というか宣伝みたいなやつがプロフィールについたので、はい、あ、これは本物だなと思って。プーさんの赤いアイコンの真ん中にテンって書いてある、はい、テンって書いてある、はい、フォローしてほしいですか。いや、なんかご当地さんにフォローされるとね、なんかいろいろ問題がありそうな気がするので、ほどほどにフォローしてくれてもしてくれなくてもいいんですけど、もしこれ見てる人でフォローしてくれる人がいたら、うんうん、テンの声的にはちょっとね、なんか人気者になった感じがして嬉しいです ね、はい、皆さんフォローお待ちしております。こまりちゃんが踊ってる時とキャラが違う。そう？なんだろう？そう？どう違うんだ？踊ってる時、そうなんだろう。なんだろうね。うん。なんか天の声さん的に何かありますか？何がですか？こうこまりちゃんを見てて、はい、イベント中と何か違うなみたいな。そうそう、次のコーナーに行きましょうかね。はい、もしかして夜の方が元気なのかな。じゃあ次のコーナーですね。ちょっと一回それぞれ撮りましょう。はい、次のコーナーはこちらです。教えてご当地さんのコーナーでーす。先週なんですけど、サイミンが、次は誰に答えてもらうっていうのはルカって言ったんですけど、残念ながら今日ルカが来ていないので、今日は授業、はい、それは残念ですね。今日はどっちに答えてもらいましょう。どうします。あ、レナちゃん挙手が出ましたね。じゃあレナお願いします。はい、じゃあ前の方に出てきてもらっていいですか。はい、カメラが切り替わります。はい、切り替わります。頑張れ頑張れ。それは先週見つけてもらったので分かると思うんですけど、音楽に合わせて答えを言ってもらうコーナーです。ではミュージックスタート OK ですか。ドキドキ違う、ここの、はい、音楽かかりました。じゃあいきますよ。音楽に合わせて質問が出るので答えてください。はい、最近ハマってることは何ですか。人間界に住むこと。目標とするアイドルは。電波組のネムちゃん。今一番欲しいものは何ですか。ハムスター。好きな食べ物は何？メロンソーダ。はい。逆に嫌いな食べ物は？お肉の脂身。自分の好きなところと嫌いなところ一つずつ挙げてください。好きなところが絵が得意なところ、嫌いなところがネガティブなとこ。自分を動物に例えると？ビーバー。小さい頃はどんな子だった？人見知りでした。ストレスの発散法があれば教えてください。お絵かきとこまりちゃんの写真を食べること。アイドルになって良かったことありますか？夏が好きになった。今日の放送は寝起きは何回目でしょう？8回そんなに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい。はい、じゃあ席に戻ってください。じゃあ質問を最初からちょっと見ていきましょうね。はい、質問、最初の質問出してください。最近ハマっていることは。ハマっていることなんて言った。あ、答えるんですか。はい、そうですよ。人間界に住むことです。はい、まあ、そういうことですよね。はい、はい、ありがとうございます。なんかちょっとふざけてる。ケンタ君も最近人間界に住むのハマってますからね。やっぱり、ね、人間じゃなかったんですか。人間じゃないです。一応実態はありますけどね。はい、次はこちら。目標とするアイドルは。電波組の。やっぱりネムちゃん。そう、ネムちゃん。なぜですか、これは。なんかもう、あの可愛さとふざけてる感とあのまったり感と、なんかね、全部を揃えてる。キャピキャピも、うん、なんかね、ゆるさも、ゆるふわだけどキャピキャピ、みたいな。私、一番好きだなって感じです、ね、この前、うん、この前イベント終わった後に、うん、はい、ねなちゃんがずっとねむちゃんの真似をしてくるんですよ、私に。うまかったですか。やってみて、やってみて。なんかね、歌のところで、はい、ねーなー、お笑いよ、フューチャーダイバー、ねーな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 ー、ねーな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 ー、よよ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 ってやるところがあって、それで、よよ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 っていうのを、わ
わざエンドレスでやってたんです。それをずっとやったんですか。邪魔じゃないですか、こうやってずっとこうやってるんですよ。まあそれ知らない、別の車の時かな。あ、そうです、別の車で。そっかそっか。だから多分お姉さん組はこのしつこさを感じてない、うん、知らなかった。なるほどね。じゃあ次の質問ですね。はい、次、今一番欲しいもの。いや、これハムスターです。なんでハムスター欲しい。なんか動物好きなんですけど、そう飼いたくて、でウサギも欲しいし、ナマケモノも欲しいし、ヤギも欲しいし、ハムスターも欲しいってなって、あとハリネズミとか、はいはいはい、小動物系。でもあのママが、まあ、いるでしょ、犬みたいな感じで、はい、でも一番こう飼いそうなのはハムスターかなと思って、うん、ちょっと近いものに飼ったことある。テレビ的にはナマケモノだと嬉しかったです。そうなんだ。じゃあ次行きましょう。はい、はい、次好きな食べ物。これはメロンソーダです。メロンソーダ、メロンソーダ奥が深いですよね。奥深いですね。うん、手の声は、手の声はたまにあの人間界に来るとライブとか行くんですよ。はい、ソニックさんとかもたまに行くんですけれども、はい、あそこのライブハウスのメロンソーダっていうのは非常に美味しいんですね、なぜか。あ、あれってきっと場所によるかもしれないけど、ね、メロンのあれを別で作ってるんですよね、きっと。あ、なるほどなるほど。メロンソーダでガーって出てくるんじゃなくて、はい、炭酸水とメロンの、メロンのシロップ、はい、そうなんだ。それに作ってくれるところがね、好きですね、ここ。ね、味違うんですか。それこれに作ってれば違うでしょうよ。そうかそうか。夏なので丸ごとメロンクリームソーダみたいな。はいはいはい、ありますね。ありますよね、茨城の有名なやつ、はい、ありますね。なんかロックインジャパンでも飲めるって言ってた、ね、メロン食いに行って中にソーダ入ってるんですよね。はいはいはい、メロンカレーとセットで有名になりつつある。そうなんだ。メロンカレー、はい、メロンカレー甘いんですかね。それもぜひ食べてみましょうかね、今度。あ、メロンカレーは食べたことあるんです。あるんですか。うちもある。おー、いいな。美味しかったですか、それ。美味しかったですね。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。はい、逆に嫌いな食べ物ですね。お肉の脂身。これは天の声非常にわかります。わかりますよね。ね、さすが天の声好きじゃないですね。はい、分厚いやつは困りますよね。なんかあの脂身ってこうなんか気持ち悪くなるんですか、食べると。ああ、そうなんです。なんかやっぱりこう人間界に住んでる人はきっと平気なんだろうけど、うん、こうやっぱ上に住んでる人はね。豚バラとかはあの脂身だけ取って食べたいですよね。わかります、それすごいわかる。なるほど。じゃあ次の質問いきます。次は好きなところと嫌いなところ。好きなところは絵が上手いところ。そう、絵が上手い。嫌いなところはネガティブなところ。そう、ネガティブ。ネガティブなんですか。周りの二人から見てどうですか、ネガティブですか。いやね、ネガティブっていうか落ち込んだ時に言う言葉が怖い。怖いんだ。怖い。今のちょっとネガティブ。それはあのあれです、あのちょっと魔界から引き継いでるかも。人間からしたら怖いかも。うんうん、なるほどなるほど。ご想像にお任せします。そうそうそう、ね、魔界から来てるってことになると天の声とはちょっと若干敵対感がある組織ですね。ちょっと敵対感、なんか天はこう白いオーラが強すぎてちょっと、あ、ちょっときます、ね、闇な感じなんです。天の声的にはあの、ね、ミカエルさんとかが師匠なんですけど、うん、そこちらはルシファーさんとかが師匠なんです。そうなんです。なるほど。次の質問です。次、自分を動物に例えると何ですか。これビーバーです。これなんでビーバーなんですか。なんか前歯出てるってよく言われるし、あとは小動物って言われるから、ルカちゃんが特に小動物だねってやってくるから。あ、なんかさゆみ、昔というか何年か前、5、6年前にフェレット飼ってたことがあるんですけど、はいはいはい、なんかフェレットに似てる気がしてた。じゃあ今度からフェレットっていうこういうやつですよね。そう、長くてシュラシュラしてて、うん、フェレットか、うん、嬉しいです。長いところは別に似てないです。長かったらちょっと嫌ですね。可愛さが似てます。お、嬉しい。可愛いっていいんでしょう。やっぱりでも、なんか小動物系ですよね。言われる。はい、ライオンとかではないですもんね。ライオン、ライオンの赤ちゃんっぽいかな。あ、それはライオンの赤ちゃんはやっぱ小動物ですよ。小だからね。じゃあ次の質問です。小さい頃はどんな子だった。これ人見知りです。人見知り。今はどうですか。そこまで人見知り。なんかアイドルやる前は、うん、やっぱりこまりちゃんと初めて会った時とかあったんですけど、うん、一切喋らなかったです。なるほどなるほど。本当に喋らなかったよね。だから本当メンバーになってミートごとうちで活動するようになってから、うん、こういっぱい喋るようになった。でもそれ初対面の人とかでもね。あ、そうですね。天の声もそれ近いですね。うん、天の声も、天の声を始める前は、うん、こう家の中で引きこもってるような人ですよ。そうなんだ。なんかこう
うちの父親と母親にちょっとそんなんじゃいけないからあなた天の声やってみなさいって言われてなるほど天の声業界に進出したらなんかいろいろと知り合いとか増えてきて、うんうんうん、でなんか今でも基本的に人そんな好きじゃないんですけどね、うんうん、なんかあの話せるようにはなりますよね、うんうんうん、根本は変わらないんですけどこう人当たりが良くなるというか、うん、なるほど結構天の声業界にもそういうのがあるんですね。やっぱり天の声はねあの上に住んでる人にとっては花形ですから、ね、そこに行けっていうのはなかなかねちょっとねでもテレビには映らないんですね。そうですよ確かに、まあ、父親と母親にはだから感謝してますよ。なるほど、うん、まあどうでもいい話なんで次行きましょう。感動しました。感動しちゃったストレスの発散法これお絵描きです。さっきも絵描きが好きだって言ってました。そう絵描き好き、うん、ちなみにどういう絵を描くんですか。うんとあれですね、あのちょっと口から血を出してるみたいな、あの違う、わかんない、わかんない、本当に不思議な絵。あのツイッターに上がってたやつですよね。口から血出してない。あれ天の声見た時にこれはちょっとあのやばいやばいやつだと。こまりちゃんに、うん、なんかこう部屋に来て、うん、いろんなものを見るじゃないですか、うん、だからこうここは載せちゃダメねって言ったのに、うん、それを載せたんですよ。綺麗になってたから。なるほどね、いいかなって。こまりちゃんってそういうタイプなんですよ。ルカちゃんのお部屋もここは載せないでねって言ったところ載せたって言ってたから、ルカちゃんが嘘だ。こまりちゃんって意外とそういう、ね、こう多分こっちから入ってこう抜けてくんでしょうね。抜けてない危ない子なんですね、うん、じゃあ次の質問いきます。次、アイドルになってよかったこと。これ夏が好きになったことです。これなんでですか。なんかこれかアイドルと夏ってちょっと簡単には結びつかない感じこう高校生の時にネバラジーに出してもらって、はい、でなんか夏と冬があまり好きじゃないなっていう話をしたんですけど、はいはい、でもアイドルになって夏とかいろんなお祭りとかイベントだったり、うん、フェスみたいなのに出るじゃないですか、はいはいはい、そういうのあってなんかあ夏楽しいんだ、こんななんかもうなんか暑くいいだけで嫌だったなって感じだったんですけど、もう楽しいです、踊ったり。やっぱそこら辺なんかこうインドア派から若干アウトドア派へ。アウトドア派へ、いいことですね。なんか表向きになってきたってことですね。おめでとう。質問なんですけれども、最後は今回何回目ですかっていうことなんですが、うん、今回は実は9回目になります。惜しい、惜しかった。惜しいですね。あ、すごい。問題にするってことは10回目かなとか思ったんですけど。惜しいですね。そっか、9回目ってところがちょっとネバキラ感ありますね。そうですよね、10回目で問題にするべきでしたね。これ天の声の問題のチョイス間違ってますね。そこがきっとネバキラ感なんですよね。そうですね、あの意外のダメさ感になってますね。さすが。はい、なんか正統派じゃないって感じが。ちょっと邪道なんですよね。天の声なんて出てる時点で邪道です。アイドルの番組なんだからアイドルが出ればいいのにね。そのわけも分かんないのがついちゃう。はい、で、さっきレナちゃんが絵が得意だということだったので、ちょっとまだ最後まで時間があるので絵を描いてもらおうと思います。はい、最後までは何段でもいいです。なんか得意な絵描いてください。なんだろうな。で、なんか、ね、はい、無理やり。なんかさっき今そうをイメージして、あ、女の子描いてほしい。了解です。じゃあこまりちゃんとそれで対決をしようっていう。あ、いいですよ。なるほど、はい、今歌そうだ。今歌ってる間に僕はあのレナだけでいいって言ったんですけど、どうしてもこまりが描くって言うんで。あれ言いましたっけ。言いましたよね。自分で描くって。ハンバーグに顔描いちゃダメだよ。で、絵を描いてる間に、はい、暇ですよね、最近。はい、じゃあ黒ひげでも持ってってもらっていいですか。何ですかそれ。そしたら一人でしかやらないってことですか。私もやる、私もやる。そうですね、これとじゃあこれで。あ、こまりちゃんが、はい、やりたがりな、こまりちゃんが。だってこれ、さゆみ一人でやったら何回やってもさゆみが罰ゲームとかやんなくちゃいけないことになっちゃいますよね。罰ゲームないんですけどね。ないんですか。ないです、特にないです。よかった、よかった、ね、時間が余ったというかね、今日は天の声がダメダメなので、申し訳ない。なんかちょっと天の声も今日声の具合もちょっとおかしいみたいですからね。大丈夫ですか。なんかちょっとフラフラしてる風声なんでしょうね、きっと。これちょっと睡眠が足りてないんですかね。あ、そうですね、じゃあ早めの睡眠ってやつですね、いわゆるね、はい、寝たい。けどこれ昨日も、怖いですね。はい、やる。はい、いいよ、やります。やる。手持ちで黒ひげやる人ってなかなかいないし、これし、あ、やったー、やった、早い。やったやった、終わっちゃいましたよ。終わっちゃいましたね。叫んじゃいましたよ、やっぱりこれって叫んじゃいますね。叫んますね。これそしたら抜かないと戻んないのかな。一回抜いてください。ですよね。はい、
あ、入りましたね。入りました。もう一回多分でも同じとこさせたら出ますよきっと。それそうなんだ。おお今出るって分かってましたよね分かってたけどやっぱりびっくりしちゃいました。いや、すいません。もう一回同じとこやってみます。じゃあ、はい、3回目はさすがに大丈夫じゃないですか。こっちじゃなかった、こっちだった。ちょっと一回抜いてからですね。はい、はい、それで大丈夫ですね。もう一回出してみてください。じゃあ、はい。あ、え、ならないです。ならないですか。反抗期ですかね。え、反抗期、ちょっと反抗してるな。抜けないんですけど。抜けなくなっちゃいました。あれ、壊してましたかね。あ、抜けました。抜けました。あ、もう一回出してみよう。そうですね、もう一回出してみてください。あ、大丈夫ですか。あ、もうなんか疲れちゃったんですかね。あ、なるほどなるほど、ちょっとお疲れですね。あ、そうなんだ。そういう仕組みなんだ。そういう仕組みではないです。3回目はできない。3回目はできない。ちょっとじゃあ1回全部、まあ、抜かなくてもいいか、うん、そうですね。なんか結構グラッとしましたね。流れてます。そしてその2人の隣の2人の、若い組は、はい、ひたすら絵を描いてますね。若い組って何ですか、はい、やったやった。でも驚きですよね。平成10年生まれなんですよ、れなちゃん。サイミンは何年生まれでしたっけ。4年生まれです。平成ですか。でもはい。でもそんなに離れてるんだ。小学3年生からゆとりなんですけどね。なるほど。はい。天の声は今ひたすらショックを受けてます。天の声は38万年前ですからね。昭和なんですか。あ、昭和じゃない。昭和じゃないです。大正より前ですね。大正全然前ですね。なんか最近年齢の話をしてて、はい、ギリギリ昭和生まれの人。昭和63年とか4年の人ですかね。話した時に、はい、ギリショーなんだよねって言ってて。ギリショー、はい、新しい言葉ですね。ギリショーって言うんだと思って、ちょっとかっこいいなって。女の子ですけど。ちなみにこれどうでもいい話ですけど、はい、僕の隣にいる こいつは何年、まだはギリ兵。あ、ギリ兵、平和、平成なんですね。ギリ兵はいるんだ。平成4年じゃギリ兵って言わないですね。平成4年は多分ギリではないですよね。なるほど。でも平成なんですね、皆さん。はい。へぇー、天の声ショックだわ。よいしょあ、終わったのかな。終わりました。うまーい。終わったな。なんか泣けてきた。まあいいや。どっち先に行ったらいいんですかねこれちなみに2人とも、あ、そうをイメージしてた。はい、そうをイメージしてました。はい、うん、じゃあまず絵が得意だって言ったら絵なんじゃない方ですねちなみに困りも絵得意ですか。得意じゃない。得意じゃないけど、あの困りビームの絵描いちゃうんですね。困りビームの絵上手です。今日困りビームの絵描いてあったら、それ僕後で終わった後投げますから困りは困りビームじゃないです。描いてないですね。はい、じゃあオープンしてください。どうぞ。はい、困りちゃんの困りビームじゃなくて自信作大好きビーム。かわいい。私はバービー人形って書いてある。私はバービー人形こんな感じ。明日はデートってどういうことですか。バービー人形も明日デートするんですか。こまりビームが、はい、これ私じゃなくてこまりビームって言うんですけど、はいはい、こまりビームが明日ミトレデートして、うん、はい、で洋服、はいはい、洋服を選んでる時に私はバービー人形だから、うん、うん、どうしよう。なんかあれですね、あの複雑な裏設定がありすぎて可愛いんですよ。すでに理解できないですね。これ可愛いですか。ですよ。そこをしてるうちにこれ今後ろでレナが今加湿してますよこれ何、これちょんまげ。これは髪の毛描こうとしたんだけど、うん、描けなかったからちょんまげ。ちょんまげにしたんだなるほどなるほど。じゃあこれは後であのね写真撮ってツイッターで公式ツイッターでやりますから。じゃあ次レナ出してみましょうか。はい、前にドドンと出しちゃってください。どうも。なんか予想通りというか女の子がね考えてるんです。なるほど、可愛いですね。可愛いです。確かにこれは絵が得意ですね。あんまでもダークな感じはないですね。ないです、全然。うさぎさんだね。うさぎさん。あ、後ろの人はいいです、大丈夫です。なんかすごい結構恐怖映像みたいな感じじゃないですか。絶対こっちの方が怖いです。どっちかっていうとそっちの方が怖いですね。怖い。あ、レナちゃん見せてて。見せてほら、なんかこういう感じで比べる恐怖映像みたいな。かわいい、かわいい、かわいい。ちょっと覗いてる。これ後であのイバキラのツイッターで2枚ともこの絵あげますんで、どっちが好きか投票してください。どうしよう。やって、でも大好きビームですよ。投票して、投票結果来週発表しますので、はい、どうもありがとうございました。それでは今週も、いよいよもう45分近いですね。もう45分経っちゃいましたけど。そうですね。そうなんですね。なので、最後締めに入って、あと
あとですね、告知と締めに入っちゃってください。お願いします。はい、はい、この番組はですね、水戸ご当地アイドルかっこかりと、うん、下妻のご当地アイドルの下内さんが交換交換で各週でお送りしています、うん、そして明日のこの時間は茨城キングのゴジャッペハイスクールです。こちらもぜひご覧ください、はい、来週は下内さんですね、はい、そうですね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に約束してたんですけれども、はい、水戸ご当地アイドル3周年に向けて、あーそうだ、皆さんも一つずつお願いします。もうちょっとゆっくりかけばよかった。あーそっかーそっかそっか。じゃあまずこまりからお願いします。私、うん、3年目てか言っても私今日で4ヶ月なんです。おお、なるほど。今日ですよ、今日、はい、そう、今日ぴったり、今日ぴったり、すごくないですか。すごい、よく思い出したね、うん、今日ぴったり4ヶ月デビューから4ヶ月なんだけど、うむうむうむ、簡単になっちゃうけど2年間やってた先輩よりも上手くなるように頑張る、うん、ぜひぜひぜひ頑張ってください3年目はあなたたちの年にしてくださいね。ですね、はい、あ、私一番長くいられるように頑張ります、はい、じゃあ次、最後出ないで締めてもらいます。はい、なんだろう、2年間というかもうほとんどはきっともう水戸ご当地ちゃんで、セイミンさんとかマリナさん、リーリンさんとかが頑張ってきた水戸ご当地アイドルだけど、今からというかデビューしたので、今度はレナたちの印象もちゃんとつくように、もちろん今までのご当地ちゃんの感じも大切にしていきながら地元にもちゃんと密着して、でねそれででも新しいご当地ちゃんだなって言われるいい意味でっていうぐらいになりたいです。はい、じゃあどうも本当に本日はどうもありがとうございました。じゃあまた再来週ですね、ぜひ頑張ってください。再来週もお会いしましょう。じゃあ皆さんさようなら、ありがとうございました。おやすみー、バイバイ。